皆さんこんにちは、あおりチャンネルです。今回は100円ショップセリアで購入したこちらのパキッとチョコレートとふわふわ卵焼きのスクイーズをご紹介します。イエーイ。卵は全1種類なんですけど、こちらのパキッとチョコレートっていうのがあともう1種類あったんですけど、このこれしかなかったんですよ。ラス1このいちごチョコしかなかったんですけどね。まあチョコまた見つけたらご紹介したいと思います。で今回はこの2つをご紹介します。では早速ご紹介していきます。はい、まずはこちらのパキッとチョコレートをご紹介します。これどっちともねあれなんですよ、ママがね一番欲しかったおやつなんですよね。はい、それでは早速取り出します。チョコレート好きやかにしてのってね、はい、こんな感じになってます。じゃあこのビニールから取り出します。のてれん、え、本当にパキってすんのかな。なんかさ、すっごいなんかスクイーズっぽいけどね、パキパキじゃないみたいな。全体こんな感じになってます。じゃあ感じのパキパキいきますよ。お、うわー、私これ好きだ。いきますよ。こんな感じにね、今やったんですけどね、こんな感じになってるんですけど、これねチョコレートもねすごい気持ちいいです。匂いが少し甘い香りがします。こんな感じポキポキね、実はね欲しかったんですけど、私ね実は結構ねスクイーズ溜まったんですけど、実は1個も持ってないんですよ私。で作り方してて、そのパキパキスクイーズで今度作ろうかなと思ったんですけど、ゲットできてよかったです。感じで曲げた状態こんな感じになる。で戻すとこんな感じになってます。こんな感じでした。チョコレートスクイーズめっちゃいいんだけどこれ。はい、次にこちらのふわふわ卵焼きをご紹介します。それでは開けます。卵焼き好きなんで私。リアルすぎじゃない、本物みたいな感触って書いてありましたね。じゃあ取り出します。そうそう、待って待って待って、リアルすぎない、めっちゃポロポロしてる。匂いはしません、本当にしないんですね。こんな感じ、全体こんな感じです。やばくない、リアル。はい、それでは触ってみます。なんかプニプニしてますね。いや私さ、普通に見てちょっと触ったんですよ。そしたらね、あ、これ系ね、スポンジの高反発なんだねって思ってたんですよ。なんかプニプニしてました、気持ちいい。こんな感じでした。やばくない、え、めっちゃ、食べちゃいそう、かわいい。こんな感じでした。はい、ということで今回は100円ショップセリアで購入したこちらのふわふわ卵焼きとパキッとチョコレートのいちごチョコをご紹介しました。今回はねリアル系のスクイーズが集まりましたね。で私の大好きなこのチョコ、いちごチョコもね好きなんですけどね、このチョコと卵焼きゲットできてよかったです。なのでゲットできてよかったです。しかもパキパキもね持ってなかったんでね、また見つけたらパキパキとか欲しいですね。またこういうね新しいものを見つけたらゲットしたいと思います。ぜひ皆さん見てみてください。それじゃあまたね、バイバーイ。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter とあおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。